釣りをする際に、魚を釣るために必要な行動はいくつかあります。まず、適切な釣り道具を用意することが重要です。竿、芯、ルアーなど、釣りをするための道具を揃えておくことで、効率的に魚を釣ることができます。次に、釣り場を選ぶことも大切です。魚の生息する場所を知り、その近くで釣りをすることで、成功率が高まります。また、天候や潮の流れなども考慮し、釣り場を選ぶことが重要です。さらに、魚を釣るために必要な行動としては、正しい釣り方を身につけることも挙げられます。魚の種類によって適した釣り方が異なるため、目標とする魚に合わせて適切な釣り方を選ぶことが大切です。技術を磨くことで、より多くの魚を釣ることができるでしょう。このように、魚を釣るためには適切な道具を揃えること、良い釣り場を選ぶこと、そして正しい釣り方を身につけることが重要です。これらのポイントを意識して釣りを行うことで、より多くの魚を釣ることができるでしょう。